はじめまして。ルコアでいいよ。なんでドラゴンはみんなこんなにでかいんだ。トール君、あんまり笑わない子だったのに。あなたのおかげかな。本人の前じゃ言わないけど。ご飯できましたよ。酔うとえらく人が変わるね。はい。おいしい。ありがとね。どういたしまして。それで人数は揃ったの？ダメだった。さやかは人望な。大丈夫。なんとかなるって。それは一方的を通り越していた。おお、偶然だな。俺もだ。僕も。あ、公園は僕が戻しておくね。目撃者の記憶もいじっとく。あっちの世界からこっちの世界に住むことになった？うん、実はこっちの世界に住むことにしたのにも関係した話なんだけど。子供が興味本位でやった儀式に召喚されてあげたんですか？あ、着いたよ。ここが翔太くんの家。いや、トールと一緒でドラゴンなのかなって思ってるんだけど。いや、これでも文化を司って広く普及させたりしてるから。ま、こんな地上アジテーターみたいな体のお姉さんと一緒じゃん。この悪魔め、仲間を増やしてこの家を乗っ取るつもりか。実は僕は悪魔じゃなくてドラゴンなんだよ。騙されないぞ悪魔め。とまあ、毎回こんな感じになるんだ。お父さんはその時のためにこの力を維持して受け継ぐ努力をずっとしてきた。出てきたからって小学校に連れていくわけにもいかないから、この家にいる意味が。つまり僕がここにいるためには何か翔太くんに与えないといけないってことだね。体ね。やっぱり悪魔の叫ばずじゃないか。翔太くん、うわー、入ってくるな。ほら、悪魔じゃないよ。水着なら堂々と肌をさらせるのがいいよね。いや、それアウトです。やっと戻ってこれたよ。替えの水着持ってたんですか？ぶっちゃけすぎだね。だって暑いし日焼けするし砂が鬱陶しい。じゃあ翔太くん、お願いね。はい、じゃあよろしく。ちゃんと濡れてる。やっぱりお前悪魔だろ。いえい、さすがカンナです。跡形残さず消し去りましたね。大学にも行かせてもらった。それから私は働くために地元を出た。それはつまりこの世界の人間はドラゴンを受け入れられるということ？ミオガイドを読んでないんですか？ルコアさんも来てたんですね。ちょっと学ばないね。わざわざこんなセットまで。小林さんの財布を圧迫しないように。小林選手はミニトマトだけのようですか？納得できねえぜ。なぜ俺のスペシャルサラダがこんなミニトマトに。ドール君、珍しいんじゃない？いいじゃない、プロレスって言った方がいい？たまにはいいでしょ。あれ、ドールまだかなっと。でっかいボールが、ボールが意外と積極的だね。違う！ルコアさんも来てますね。応援するよ。頑張ってね。え、僕？お年を召した人たちに喜んでもらえるものじゃないとね。お二方は何かありますか？僕は何でも。有名だよね。はて。あ、大丈夫か？はいはーい。何ですか？僕にも演出、やらせてやらせて。女の子にしか見えんな。かわいい。ありですね。ルコア殿、おばあさんは裸で少女を温めようとはしない。どうしろというのだ。そうですね。変に色っぽくしない。語り部さんニヤニヤしない。争い事はやめて。僕は魔法の妖精。お礼のケーキももらったことだし。エルマ、お腹が空いただけだよね。私の着物、丈があってよかったよ。お正月だからね。トラディショナルに決めてみたよ。うん、こんな感じの。よく飲んでたよ。昔を思い出すね。私が作った方がよほど効くのに。翔太くんはお守りいらないのかい？4、5、4、3、
は大丈夫ですか？ちょっと冷えたみたい。嫌なら食べなくてもいいんですよ。餅はトールとカンナがついたんだ。登ったね。一富士の子、三鷹の子、三鷹すぎる子。はい。やあ。なんだ、ルコアさんでしたか。どうぞ上がってください。うん、お邪魔しまーす。手っ取り早く材料を良くしてしまうのはどうだい。なるほど。ガオー、悪魔はあそこ。ガオガオッチ。あ、もしかして心配してくる。してない。トール君、まさかこんなところに落ち延びていたとはな。トール、しかし今度こそは決着をつけてやる。なんで私が謝らないといかんのだ。ノリいいな。連れて帰るぞトール、力ずくデモだ。早く来い。あ、ずるい。よくも騙したな。また来たんですか。あら、上位エルマと申します。よろしくお願いします。人間の作業を私ができないはずがない。まあ見ててくれ。しかし私もローマ字入力とやらも覚えたし、私は世界の門を開くほどの力を持っていない。うまーい。任せておけ。このまま仕事の役に立ってやる。小林先輩、おはようございます。エルマ、邪神の加護を得られますよ。最強です。それはいらん。いっそ二つとも。いや、一日の限度を超える。いかん。私にどうしろというのだ。どうしろと。しかし巨峰と梨の組み合わせも意外性があって良いのではないだろうか。人間の生み出したものはなぜこうも私を悩ま